皆様こんにちは。今回は今月のブルームボックスの中身を紹介していきたいと思います。はい、今回もちょっと実家で撮ってるんですけど、前回のハニー購入品の時と同じメイクです。で、リップはサインリップスティックの BE03 番とエテュセのリップエッセンスを合わせています。では早速紹介していきたいと思います。って言っても今月見ちゃったんですよ。ちょっと前に届いて、でブルームボックスは実家にいた頃から頼んでいるので、実家に届いていて、でお母さんも楽しみにしてて、今月何だったってすごい聞いてきたので、私も気になっちゃって開けちゃいました。今月結構すごいですよ。現品がめちゃくちゃ多いんですよ。はい、なのでちょっと紹介していきますね。1個目はこちら、オーラ2のプレミアムウォッシュ フルーティーフローラルってやつです。これはマウスウォッシュの持ち運びできるタイプで、一本一本を持ち歩いて、その一本を一回分として使い切るっていうものみたいで、こんな感じで入ってます。これすごくいいですよね。小さい瓶でコンビニとかでも売ってると思うんですけど、まあそれでも持ち歩く、運ばなきゃいけないし、これだったら一回使ったらもうその日帰りにはもう荷物がないみたいな感じで、まあ割高なのかもしれないんですけど、でもいいですよね。そう、水ですすぐ必要はないってやつ。私普段リステリンだっけ、大きいやつ、めちゃくちゃ辛いやつが好きで、それを使ってるんですけど、これ持ち運びでいいなと思って、で矯正、今ちょっとご飯食べた後なので外してるんですけど、矯正してる時とかは、まあ友達と出かけて、で矯正を外してご飯を食べて、また歯を磨いてマウスピースをつけるっていうのが理想なんですけど、やっぱりお店によってっていうか、歯を磨ける場所ってなかなかないので、こういうマウスウォッシュをして、こう口の中をきれいにした状態でつけるっていうのが、まあ一般的っていうか、私は出かけた時はそういう風にしてるので、これすごくいいなと思って嬉しい。そう、気にはなってたんですよ、この使い切りタイプのスティックタイプでも全然変わってなくて、そう、今回試せるのはいいなと思ってちょっと使ってみます。はい、ローズ&ベリーですね、私のは。で次はこれ、ニベアリフレッシュプラススプラッシュボディジェルってやつで、これは弾ける泡がジェルに変化してなじみ、肌を引き締めながら潤いを与える保湿ボディジェルって書いてあります。保湿ボディジェルってことは、あれですよね、ボディクリーム的な感じの使い方ですよね。うん。で、潤いが角層に素早く浸透し、さらっとした仕上がり。で、心地よい刺激を楽しみながらマッサージして使います。いい、夏用ですね。で、引き締め成分も配合してるみたいです。ニベアはまあいいでしょうって感じですよね。オレンジ&ベルガモットティーの香り。みたいです。爽やかな感じなのかな。ちょっと出してみよう。おー、あ、こんな感じ。あ、出てきた、泡になってきた。冷たい、すごい冷たい。うわ、めっちゃ冷たい。わかります、このパチパチで、シュワシュワしてます。え、すごいすごい。で、めっちゃくちゃ伸びいいですよ。ここまでいっちゃいます。なんか顔が白い。え、すごいすごい。で、確かにサラサラしてるのにしっとりしてる。で、爽やかなオレンジの香りします。めっちゃ冷たかった、最初びっくりした。これはいいですね。楽しい。うん、お風呂上がりちょっと夏用にこれに変えてみようと思います。はい、楽しみ。で、あとはこれ、ソフィーナのモイストリフトプロ美容、モイストリフトプロ美容液。これはサンプルサイズだと思うんですけど、多分ちょっと開けてみよう。
うん、こんな感じの美容液、ハリの美容液。ソフィーナの美白のやつ、前に雑誌の付録かなんかについてたんですけど、ちょっとソフィーナが続いてますね。こんな感じで、あ、これもすごい伸びがいい。これも楽しみ。モイストリフトプロ、ちょっとハリが気になるところにやってみます。で、あとこれ、これはアウェイクのプットオンアハッピーフェイスティンテッドモイスチュアライザーです。こんな感じになってて、美容液、化粧下地、ファンデーションが一つになったものですね。これ一つで日中もスキンケア効果プラスメイク直しまで OK ってことです。で、2色展開でライトミディアムとミディアムがあるみたいなんですけど、02番、おーすごい、全部ミディアム全部ミディアムで嬉しい。ちょっとライトミディアムだったらどうしようかなと思ったんですけど、うん、良さそう。 CC クリームだ、 CC クリーム、10種類のボタニカル成分が入ってる CC クリームです。へえ、これもちょっと使ってみます。アウェイクって聞いたことはあったんですけど、うん、使ってみます。原品はこんな感じみたいです。ポンプ式のやつ。はい、で最後はこれ、あ、すごいこれなんですけど、プラセンタの化粧水です。化粧水プラス美容液、LDK で1位を獲得してるんですけど、 LDK ってあのめちゃくちゃ辛口で言う雑誌ですよね。流行ってるものが本当にいいのかとか、巷でいいって言われてるものは本当にいいものなのかとかを検証して、あのその中でも本当にいいものを紹介してくれるっていう雑誌で、私もよく読んでるんですけど、テストザベスト2017年に化粧水ランキング1位を取ったものみたいです。私今化粧水ハトムギしか使ってなくて、夏はいいんですけど、ちょっとね保湿力足りないなって思う時期が来るかなと思ってたので、これも楽しみ、試してみよう。はい、こんな感じが今月のブルームボックスの中身でした。すごいですよね、なんか実質これもこのまま売ってる感じですよね。だから原品が今月2個は入ってて、 CC も入ってて、はい、逆に試供品が少なかったですね。うん、嬉しい。はい、今月はこんな感じの中身でした。使うのが楽しみですはい、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。